今日は道玄坂のね、道玄坂に来ました。かなり人が多いです。道玄坂のね、タバコ屋にね行きたいと思います。それでは、大体109の、裏あたりにあるんですよね。はい、ちょっと足が痛くて、足が痛い。ここですね。ここの裏通りみたいなところに、なんか今祭りやってるみたいで、関東同窓会どの、こうね、平成30年5月20日、青島市長、ここに取っていきます。タバコ屋、タバコ屋、タバコ屋や。なんかすっげえタックルしてくるやつがいるな。なんだあいつら。めちゃくちゃタックルしてきやん。あ、ありましたね。あそこです。タバコ屋がありました。ここでーす。パートナーショップ。マッキーはマッキーだ。当たった。これつながる。グリーン。フィルター、フィルター、コルツ。コルツのフィルター引く。ダブルバニラか。チョイスのダブルバニラか。こんぐらいかな。あ、これか。これか。チーズスープ。すいません、あのバイオレットのカートンで欲しいんですけど。はい、
バイオレットのね、こちらカートンで買いました。はい。バイオレットカートンでね。すっげえくせえな。全部でな、6800円ぐらい買い物しました。はい。ということでね、どっかに据える場所があればいいんだけど、まあまあまあ、ね、非常に、いろいろ売っとるお店ですので、ぜひね、皆さんも来てみてください。ハブバーにでも寄ってこうかな。渋谷のハブバーにでも、渋谷のハブバーでも寄ってこうかな。いいか。もう電池の残量もねえ、電池の残量もねえよ。ということでね、渋谷の道玄坂でした。それではお疲れっす。